スノーマンキリン新ビールバレフ絶好調一番搾りに迫るヒットの秘密キリンビールが4月2日に発売した新ビールブランドバレフオープン価格が絶好調だ若者や普段ビールを飲まない人にも好評といいキリンが過去15年間に発売したビール系飲料発泡酒第3のビール含むの1ヶ月間の倍利上激録を塗り替えたキリンの看板商品一番搾りを脅かす存在になる日も来るのか 晴れ風はキリンが17年ぶりに市場投入した標準価格帯のビール。実製価格は350ミリリットル缶は225円、税込み500ミリリットル缶は293円同。5月10日までの販売数量は200万ケース1ケースは大瓶換算20本超となった。約1ヶ月の販売で年間目標である430万ケースの4割を達成した計算だ。反則も大がかりだ。 CM には若い層に人気のアイドルグループスノーマン・スノーマンの目黒連連さんらを起用。x ツイッターでは約280万件の関連投稿があるなど話題をさらっている。CM 総合研究所東京が実施した CM 好感度調査で2024年4月の総合1位になった。また売り上げの一部を環境保護に充てる寄付活動が環境問題への意識が高い消費者の支持につながっている。 1> 第1弾として実施している桜の保全活動には5月10日時点で目標金額の4000万円に迫る3700万円帳がま末た。